ピピシ人が一人いるだけ。いや違う、子供か。確か黄金の時は未成年者の入場を禁じていたはずだけど。ねえ、君はどうして一人でここにいるんだい？どうしたの、お兄さん。気分が悪いみたいだけど。その目は。ありえない。君は何者だ？綺麗でしょ。お姉ちゃんはこれはマザーフェンゴからのプレゼントなんだって言ってた。カラフルな瞳は人に幸運をもたらすんだって。あ、お兄さんも綺麗な目をしてるね。とっても素敵だと思う。君は一人なのか？お父さんとお母さんは？お父さんとお母さんはこの遊園地にいるよ。先に入っちゃったからこれから探しに行くところなんだ。僕もう行かないと。じゃあね、お兄さん。お兄さんも楽しんでね。あの目、マザーフェンゴ。いや、ありえない。エビキンジンはいない。全員に本当に寛容だったなら、どうしてこんな高い壁や深い堀を築く必要がある？でもみんなそんなことは考えない。スイートドリームシロップの味はとても魅力的だからね。君はピノコニーで孤立無援だ。その高い壁を一人で突破するしかない。そんなことが本当に可能なのか？だから君はホテルに入るなり気取った帽子を取ってあちこちで助けを求め始めた。砂漠の中で食べ物を拾うハイエナのように。ともすればチャンスが消えてしまうと知っていたからね。君の話と比べればレイシオのアティニークジャクの方がよっぽどマシだな。僕が本心を語ることなんかめったにないって知ってるだろ。ちゃんと聞いた方がいい。ちょうどあの教授に言及したから言うけど、僕は君と彼の共通点が大好きなんだ。陰謀と策略、特に結末の部分、華麗なる裏切りがね。全ての人がそう思っている時、それが君によって入念に仕組まれた別の罠だなんて誰が疑うかな。図星だったみたいだね。君はそういう人だ。慎重で自分を過小評価していて、これだけ勝ってるのに誰よりも負けることを恐れてる。みんな君がゲームで大金をかけるところしか見ていない。テーブルの下のもう片方の手がチップを握りしめながら震えていることなんて知る由もない。大したものだよ。パブから招待があったのもうなずける。君は生まれながらの名優だ。人を騙すだけじゃなく自分を騙すのもうまいんだから。
人前でボロを出さないようにするには先に自分を騙すのが一番なんだよ。もちろん分かってると思う。僕は君のことをよく知ってるからね。でも妙だな。どうしてあの招待を断ったんだい？君には優越を受け入れる機会があった。それは君が最も望んでいたものだったはずだ。それなのに君はカンパニーのテーブルを選んだ。孫悟のためか？そうは思えないな。君は孫悟と何の関係もないだろう。君なら知ってると思ったけど、僕のことよく理解してるんだろう。もういい。今すぐ黙るか。目の前から消えてくれ。はいはい。でも今から消えるのは一体誰だろうね。とにかく僕じゃない。僕かくれんぼが一番得意なんだ。見つけられないよ。かくれんぼか。甘い子供時代の思い出だね。母さんと別れた日、どれだけのカティカ人が君を狼のように追いかけてたっけ。かけてもいい。君は彼らのけたたましい笑い声を忘れられないはずだ。あの野蛮人たちの鼻先から逃げるために君と姉さんは血だまりの中で転げ回り、父さんが残した唯一の服をダメにしてしまった。あの服はダメになんかなってない。ずっと保管してやる。あれはただのボロ布だ。もう二度と着られない。今の君は隠れる必要がないどころか、自分の繊細な服が雨に濡れるのを嫌がる余裕すらある。随分変わったものだね。最初から変わってない。いや、君は変わった。
せいぜい楽しむといい。どうしてここに？おや、彼女の奇跡が君を苦しめてるのかい？僕はただ、どうしてそれがここにあるのか気になっただけだ。あの羽頭が君を嘲笑うために置いたのかもしれない。君が苦労して仕掛けたマジックショーがただの悪あがきだってことを分からせるためにね。奇跡の色はグリフォトの生体の光と同じ。よくこんな馬鹿げた言い訳を思いついたものだ。彼がもう少し用心深ければ君のザレ事はすぐにバレていたな。これはただの餌だよ。ああ、だから君はレイショーの裏切りを計画の鍵の一つにした。あの教授の演技は真に迫っていたと言わざるを得ないよ。そもそも彼は演技なんかしてないのかもしれないけどね。支配欲を持っている。君は彼に十分な情報を与えながら隙があることを気づかれないようにしないといけない。だから君はレイシオを彼に合わせ、わざと計画が漏れるよう仕向けたんだ。相手に疑われない。レイシオには全て本当のことを話して、彼もそれをありのままにサンデーに伝えた。そして最後、あの当時は君が仕掛けた餌を通じて目論み通りにもう一つの奇跡を見つけた。これによって君は三つ目の奇跡を隠すことができる。僕の頭の中を勝手に覗くな、クソ野郎。君の頭？僕たちの頭の間違いだろ。君は僕であり、僕は君。分けることはできないんだから。人前でボロを出さないようにするには、先に自分を騙すのが一番。僕に言わせれば、君は自分を騙せてなんかいない。今回うまくいったのは、ただ運が良かったからさ。これはサンデーが持っていたもう一つの奇跡だ。とても綺麗な緑色で、君のように人当たりが良く。名前を教えてくれるかい？わざわざ僕に聞く必要があるのか？じゃあ僕が思い出させてあげる。先に席は幸運と計略の石。君がこの石を手に入れた時、彼女はそう言った。
砂金石は珍しいものじゃないけど、ある宝石と色がよく似ていることから、その宝石の代替品として使われることが多い。そしてその高価な宝石は、翡翠と呼ばれてる。あのサンデーでも見抜けなかったんだから、翡翠も砂金石の代わりとして使えるみたいだね。アベンジュ、トパーズ、ジェイ、三人の精鋭、三つの奇跡はちっぽけなフィノコリンのために自分の全てをかけて、君たちはファミリーより団結してるよ。言っただろ、チップ三枚で十分だって。だからオールはナッシングなんだ。前者なのか後者なのかはすぐに分かるさ。それで本物の砂金石を見せてくれよどこにあるのか知らないのか。ただ君の口から聞きたいだけさ。今のそれは本当に持ち主にお似合いだからね。なら君の望み通りにしてあげよう。それらは片時も離れてはいない。最初から一番ふさわしい場所にある。この安っぽい宝石の中にね。君は出発前、砂金石を砕いた。その見た目君の支離滅裂な人生にそっくりだな。どんなに輝かしい外見をしていても、価値のない石ころ、そんなものでも君の命よりはるかに大事なものだ。こんなことをしたらどうなるか、よくわかってるだろう。クリフォドの生態を冒涜した人間をカンパニーが許してくれると思うか。ダイヤモンドはいつだって結果を重視してきた。僕の生み出す価値がコストを大きく上回っていれば、過程や手段は問題にはならないさ。何の代償も払わずにファミリーを騙せるわけないだろ。大丈夫、孫悟の奇跡は砕けても効果を発揮するからね。たとえ効果が大幅に弱まったとしても、僕にとっては十分だ。本当に不思議なんだけど、どうして君は毎回危ない橋を渡ろうとするんだい。自分のために用意した選択肢はいつも決まって強い自己破壊の衝動を伴ってるじゃないか。まさか本当にリスクが大きいほどリターンも大きいなんて信じてるのかい。君がそこまでカンパニーに忠誠を誓っているとは思えないけど君には分からないことがたくさんあるってことさ。僕がどうやって全てを手に入れようとしてるのかも分からないだろ。それは君が本当にできることが前提になるけど。まあその時になればわかるさ。奇跡が消えた。また調和の幻覚か。
お兄さん。うん、また会ったね。お父さんとお母さんは見つかった？うん、お姉ちゃんもいるよ。僕たち4人でかくれんぼしてたんだ。本当に楽しかったな。そうそう、ここに来る途中、お父さんがフルフル映画を見に連れて行ってくれたんだよ。それを言うなら、フィルム映画じゃない？そう、それ！たくさんの絵が並べられてて、動く壁画みたいになるんだ。僕とお父さん、お母さん、お姉ちゃんを一緒に置くと、家族になるんだよ。よかったら、お兄さんもやってみて。ずっと難しい顔してるけど、遊園地では楽しまないと。そうだね。なかなかの点数だろ。はあ、つまんないな。なんで黙ってるんだ？君は確かに僕の興味を引いた。僕が完全に君を理解してるわけじゃないことは認めよう。今回はやけに素直だな。素直さは数少ない僕の大切な品性だからね。わざわざ強調するまでもない。あの迷路が見えるかい？君があそこから出てくるまでに、僕は君のことを完全に理解してみせよう。僕たちのスタジオの旅はまだ終わってない。君の走馬灯もまだ続いてる。そしてこの道のりが長く続こうとも、僕は全く気にしない。で一番高い岩より高い。それにお花もたくさんある。お姉ちゃん、この紫のお花あげるよ。
行き止まりか。これは何か思い出したのかい。君には関係ない。ヒントが必要かな。これは君にはめられたカセル。あの男が君に与えた最初の仕事、君が稼いだ最初の金、僕ははっきりと覚えてる。君はこの鉄の鎖を拳に巻きつけたんだ。それは君が見つけた唯一の道具だった。そしてあの迷路の中で君は、僕が思うにどっちも正しい答えじゃないな。君がそれを直視しようとしないのは、それが君の弱さを証明するものだからだろう。弱い奴が危険を冒したりするか。まあ確かに君は危険を冒すのが好きだ。でもなんだかんだで余計なものを手放そうとしないじゃないか。この美しい夢の中でさえ、君は自分の体で死を試す勇気しかない。あの同行者たちは君の切り札となり、もっと大きな役割を果たせるはずだった。ファミリーの汚点だって探せばいくらでも出てくる。必要なのは少しの犠牲だけ。オパールならとっくに解決してるだろうね。残念ながら君は彼には及ばない。でも君がそうしていればこんなことにはならなかったはずだ。どうしてそうしなかったんだい。職業倫理からじゃないだろう。君が言った小細工は確かに効率的かもしれない。でも僕はそれができないんじゃなくて、そうするつもりがないんだ。わかるかい。だって不公平な対戦なんて楽しくないだろ。公平まるで君の相手が君に対して公平であるかのようなもの。明らかに君が不利なのだ。なんでそんなに余裕があるのかな。あの仮面の愚者の言葉で君は一体何に気づいたんだい。彼女は僕に全てを覆せるほどの答えをくれた。全てを覆せるだって。つまり全てを消し去るってことか。それは反則だろ。この葉っぱを持ち帰ったら新しい花が咲くかな。